Here we go. Okay. It has begun. Okay. Hello. It's Mario! Mario! Everybody, this is not actual gameplay footage. Okay. Important to know. Okay, so it's characters from across the whole gamut. Oh, shit. Minecraft team! Travis, come back. It happened way later than people thought it was going to happen, but this is predicted to be in the game at like the beginning. I don't know what's happening. Definitely not what I was expecting. Yeah, too good. I'm speechless. I'm speechless, guys. I'm living now. Not chilling. Maybe it's a Doom guy scan. That was kind of funny. I genuinely understand Sakurai. It doesn't mean that I have to like it, but I understand. I can't believe it. スマブラの新ファイターは私が好みやくじ引きで決めてるわけではありません。任天堂から最初に相談を受けて、持ちかけられることが多いんですよね。もちろん実現が難しければ断ることもできるわけですけれども、任天堂の担当者が来て言うわけですよ。桜井さん、マイクラフトってスマブラに入れられないですかねって、メガネをクイクイってあげながら簡単に言ってくれますよね。まあ、魔法的な何かと勘違いしてるんじゃないですかね。マインクラフトってどういうゲームだか知ってます？もう駆け引きとかを成立させながら、あのゲームをスマブラに落とし込む。そりゃ無理でしょ。だから、はっきりビシッと言ってやりましょう。Seriously, Sakurai, I should have been like, no, let's not do Minecraft. Let's just do what we're good at, which is like sword characters. 比較するだけなら、パパッと考えられます。グラフィックは簡単に済むでしょう。モーションもまあ、簡単な作りだと思います。サウンドは他のファイターなのかなと、ブースは多いけれど、声が少ないですからね。だけれども、とにかくプログラマーが大変です。死にます。そして、ステージ、全部のステージに対して、ブロックを置くという要素を入れるんだったら手を加えなければいけないとか、バイオームはどうするんだとか、そういうような要素もあります。あと、なんといっても
高くなり、ゲームバランスの調整などについてはもうすでに未知の領域と言ってもいいぐらいですね。その、体重とかリーチの短さみたいなものも含めてうまくまとめるのはとっても難しいです。戦法もすごく変わったものになるでしょうね。だけれども何とか発売にこぎつけられそうになってきたので、今日お知らせと、参戦ムービーの、ご報告をした次第です。参戦ムービーである程度分かったこともあるとは思うんですけれども、それ以上のいろいろなプレゼンというのはやっぱりこの行いたいと思っています。今までのファイターとは全く異なる要素が多数あると思いますので、よく見て、使い方を知っていただければ幸いです。その放送はこちらです。マインクラフトライブの直前に機会を持ち改めて説明することが決まりました。私ももちろんマインクラフトはプレイしてますよ。クラフトモードでリレー建築などはしないですけれども、サバイバルモードでクリアポリやマッチの考えなどを楽しんでいたりします。I'm going to do a little bit of self-introspection. 後日放送のスティーブ・アレックスの使い方放送をお楽しみにしてください。それでは。Oh my god, dude, well, and Alex and I mean, the internet's broken, right? Apparently, Twitter is dead. The internet's gonna fucking break.